来ました、ディズニーランドです。はい、今回僕が隊長にお願いしたいのが、うん、はい、世界一安全と言われているディズニーランドが、うん、本当に安全なのか、隊長のリアルな目線、うん、あ、こここうなってるよね、うん、めちゃくちゃ気になる点があった。え、あの美女と野獣の、はい、皆さんこんにちは、レスキューハウスの時間です。はい、今回皆さんここはどこか分かりますか。来ましたね。来ました、ディズニーランドです。はい、さすがの隊長も若干、はい、めちゃくちゃテンション上がってるけど、はい、なんで俺この服着替えさせられたのかっていうところがちょっと気になるところ。そうですね、はい、今回なんですけど、はいはいはい、ディズニーランドといえば世界一安全な施設、そうやね、言われてるよね、うん、そういった形で言われてると思う。はいはい、言われてる言われてる。で、一方レスキューハウス、うん、安心安全っていうのを、うん、当然理念にも掲げてると。そうやね、はい、今回僕が隊長にお願いしたいのが、うん、世界一安全と言われてるディズニーランドが、うん、本当に安全なのかっていうのを実際検証してほしいんです。なるほどね。うん。隊長のリアルな目線、うん、あ、こここうなってるよねとか、うん、ここちょっと危ないんだったら危ないでいいと思うんです。なるほどね、うん、これリアルなこと言っていい、はいはい、世界一安全な施設って言われてるけど、うん、それほんまなんかなっていうのをずっと思ってて、うん、隊長自身もちょっと疑問はあると。そう、ほんで俺の安全っていうのは、レスキューハウスの安全っていうのは消防目線の安全やから、災害発生した時にどうなるのかとか、はい、レスキューハウスの災害って地震だけ違うよな。いや違います、ね、地震も津波も洪水も、うん、救急も集団災害も全て、うん、そういった目線で安全っていうのを言うな、うん、で、かつ今回ここって浦安市でハザードマップとかも俺ちょっと見たことがあんねんな、過去に、はいはいはい、オリエンタルランドに対して防災をどんどんもっと強化したいなって思った時期があって、結構そういう面で調べたことがあんねん。だからこれ動画にしていいかどうか正直分かってない。あの、これお蔵入りになったとしても俺めっちゃシビアな目線で言っていっていい。ちょっと怖いっすけど、うん、そういうもんもリアルな目線で。そうやね、そのリアルな目線で皆さんが、皆さんにとってね、だって自分の大切な人とかと行くじゃないですか、うん、ディズニーランド。だからほんまにそれが災害発生した時にどうなるのかっていうリアルを伝えていこうかなと思います、うん、はい。はい、まずね、ここ美女と野獣のお城、うん、はい、ここの安全危険っていうのを徹底的に見ていこうと思います。お願いします。それではやっていきましょう。はい、
はい、美女と野獣、先ほどちょっと見ていきましたけど、めちゃくちゃおもろかったな。面白かったですね。俺初めて乗ったけど最高に面白かったわ、うん、一番好きかもしれん。エンターテインメントって感じですよね。そうやね、当然ディズニーならば間違いないでしょう。うん、間違いないね。というところで、じゃあ別の角度ですよね、スガハウスは、うん、安全面、防災面、総括お願いしたいです。まあ、簡単にまず、あの美女と野獣の部屋ってすごいおしゃれな装飾ついてたよな。天井にめちゃくちゃ大きいシャンデリアみたいなついてたやんか、はいはいはい、そこで地震が発生した時にどういうリスクがある？地震が発生したら、まあ、落ちるとか。そうやね、その落下危険ってめちゃくちゃあるやんか、うん、多分ほとんどの方もそれって大丈夫なんかなって怖いところやと思うね、うん、そこを重点的に見てみたんやけど、はい、やっぱりそのすごいなと思ったのが、はいはいはい、埋め込み吊り下げ金具って言って天井にしっかり固定されてた、プラスアルファチェーンみたいな鎖がついとってんな、うん、それだけでもすごいあの落下危険の対策できてるにもかかわらず、はいはい、めちゃくちゃ目で見えづらいしっかりとしたワイヤーロックがかかってて、あの鎖の中にしっかりと細い強度のあるワイヤーで固定してたから、吊り下げ金具っていうのがたとえ地震で破損したとしてもそのワイヤーで下に落ちひん対策はされてた。なるほど、二重でそうやね、その対策を取ってると。そうでね、意外とみんなあの普段こういうシチュエーション見てるやんか、うん、見て、なんか気になる点ない？気になる点、うん、いやまあ綺麗だなって。実際3年前かな、関東とか大型台風は襲ってんねん、うん、その時に大型台風が襲ってきてとても風が強い時に、はい、倒木、うん、木が倒れる可能性あんねんな。でこの高さの木が倒れてきた時に、うん、子供たちの怪我のリスクってすごい高いやんか、うん、だからこそこれ全部ワイヤー固定してると。もうギッチギチに固定されてますね、うん、これ全部の木にその対策っていうのはされてる。なるほど、こういうところも素晴らしいなっていう。けどね、一つだけ、はい、めちゃくちゃ気になる点があった。え、あの美女と野獣のそこの部屋入ってさ、集団災害起こったわけよ。集団災害、うん、ガストンが集団災害テロを起こしてんな、野獣を倒すと、うん、で野獣を怪我させて、うん、そこで注目してほしいのが、うん、野獣怪我したにもかかわらず、うん、誰も直接圧迫止血っていう処置をしてなかったよな。直接圧迫止血、そうじゃないとショック状態に陥るわけよ、大量出血で、はい、で案の定野獣がショック状態に入って意識が下がってきたと。その時ベルが何してたか、うん、泣いてただけや、違う、何泣いてんねんと、うん、すぐに119と AED の手配っていうのをレスキュアースに言ってるやんか。それベルできてなかったわけよ、心臓マッサージもすぐしなあかんわけ、うん、だからそれがちょっと最後そのまま終わってしまったから、はいはい、ベルは結局愛の力でな、結局は野獣を復活させたんやけど、うん、愛がもしなかったらどうなってたっていうところで、今回あのウォルトさんにしっかりとここは申し送りしたいなと。いいと報告されるんですか？一応報告させていただこうかなと。なるほど。一つ言うとしたら、建築構造体が分からんから、そもそもしっかり東方見ないと、うん、これからの情報社会において、生きるも死ぬも簡単に選べる時代になりました。先輩消防士のお話、アンスよし。ポンプとアンビュランス、初めての災害現場だった。